リンカンはイングランド東部のシティカツバラでリンカンシャー州の州都人口約8万7000人。ブレイフォードプールリンカンはウィザム川の川幅が広がった場所のあぜに発達した町である。この町の歴史は紀元前1世紀にまで遡ることができ、当時の住居跡がブレイフォードプールのそばで発掘されている。クラウディウステの知性に ローマ帝国の支配下に入ると川を見渡す丘の上にローマ軍の要塞が建設され軍事上の拠点と位置づけられた。その後、西暦71年にローマ軍の拠点がエボラクムに移転した際に植民地になった。リンカンという町の名前はこの時の植民地の名前リンダム・コロニアが後の時代に縮まったものである。なお、リンダムとは一説では ローマ帝国が支配する前に居住していたケルト人の言葉で黒ずんだ池を意味するリンドに由来するのではないかと言われている。リンカンの街はホス街道の終点であるだけでなくトレント川、ウィザム川を通じて海に出ることもできる交通の要衝であった。また、下ブリタンニア属州が分割されてできたフラウィア、カイサリエンシス属州の州都として 政治上も重要な町であった。しかし、5世紀末には一旦衰退し、廃墟に近い状態になった。バイキングの侵入後、林間は交易の中心地として、再び流星を取り戻した。さらに、戦略上重要な場所であったため、ノルマイコンクエストの2年後の1068年には、ウィリアム一世の命令による林間城が築かれ、軍事上の拠点としての地位も取り戻した。 林間大聖堂を望む。手前はブレイフォードプール。1072年に今のオックスフォードシャー州道チェスターから主教座が移されると林間大聖堂が建てられた。この大聖堂は1185年の地震によって一度倒壊したが間もなく再建されている。林間主教は中世にはイングランドの中でも屈指の力を持っていた。 イングランド内の修道院の半数以上が林間主教区に属しており多額の寄付も得ていた。中世の林間は経済的にも繁栄を誇っていた。経済の基盤は織物や羊毛でありフランドルへ輸出されていた。林間は13世紀にはイングランドで3番目に大きな町になっていた。しかし14世紀に入ると町の定地の部分が頻繁に洪水に見舞われるように なり、薬病も流行するなど不運に見舞われるようになる。そして16世紀には、宗教改革に伴う修道院廃止の動きが、衰退に拍車をかけた。司教の収入源であり、権力の基盤であった修道院が多数閉鎖され、司教は急速に力を失っていったのである。その後、新教徒革命の際、国王派と議会派との抗争に巻き込まれたことも、大きな打撃となった。 しかし18世紀になると農業革命などの効果もあって状況は好転し始めた。19世紀に入るとトレント川とウィザム川とを結ぶ運河が再整備され石炭やその他の工業原料も輸送できるようになった。さらに鉄道が敷設されると林間は重工業の町として再び活気を取り戻すようになった。 第一次世界大戦の頃になると軍需産業が発達し戦車の開発が行われるなどした。第二次世界大戦期には様々な軍需品や乗り物を生産していた。戦後はガスタービンの生産が主力産業となっている。産業用ガスタービンの工場がある。この工場は現在シーメンス社の傘下にある。林間へは歴史的建築物を目当てに観光客も訪れる。 特に大聖堂や城は主要な観光名所である。ありがとうございます。